熊タワー、うん、ありがとう、嬉しい。カウントダウン TV ありがとうございます。見てくださいましたか？見てくれた？ヤキさんありがとう、応援してる、ありがとう。アキさんありがとうございます、お疲れを。ありがとう、ヨスケさんも見ました？嬉しい。とてもとてもね、難しかったですね。そうなんですよ、ナナさんの衣装も着ることができて嬉しいでございます。ヒロリンさんありがとう、滝沢さんもありがとうございます。そう、リバー初めてやったんですけど、最初のね、練習の時はめっちゃね、振りで苦戦しまくりでした。ダオさんありがとう、クマちゃんありがとう。そうなんですよね、目になんか入った。君は希望の光。おお、すごい、アキさんありがとうございます。なんかね、なんだっけな、よいしょ、いろいろやってきたんですけど、今まで結構リバーは難しかった。最初が特にね、あのパンパンパランパランみたいな、もうそっからびっくり。そうそう、波動の時とか、あとなんかな、そう、空いた時間にやったりして、どうにか、そう、4日か5日かな、4日5日間でやったんですけど、そう、振り入れが4日前か5日前ぐらい、どっちかわかんないけど、そんぐらいだにして、そうなんですよ、フォローしました。直樹さんありがとうございます、ありがとう。なんか私今バチなんか開けてるんですけど、勝手にゼリー夜にゼリーを食べちゃいます。食後として食べれ、それなら OK。 なんかパチパチするゼリー、目玉焼きのパチパチゼリーを食べようと思ってる。よしきさん卵ありがとう。卵、そう、目玉焼き見て、目玉焼きでしょ、フライパンもついてるの。他のメンバー、他のグループの方、あんま喋る機会がなかったですね。でもね、私のね、好きなウンジョウさん見ました。はい、まさかのゼリーを食べます。食べ、そう、リバー、リバーは難しかったですね。開かない、あ、これ危ないかもしれない、とても遠くでやろう。え、嘘でしょ、こんなに行かないことある？知り合いではないんです、ただ私が勝手に大好きというか、すごいお顔が大好きで。待って、本当に開かないんだけど、タンマそんなことある？え、やだやだやだ、寝てた？おはよう、起こし、無理やり起こしたみたいになってる私。お話できてない、ほぼね、なんかできてないですね。開けてくれる？あのね、本当に開かなくてびっくりするよ。うん。甘い匂いがするんだけどさ、開かないよ。おりゃ。お、うん、ちょっと開かない。喉から声が出ちゃう。それは先発おめでとう、ありがとうございます、サックさん。ちょっと待ってね、本当に開かなくて。なんでこんなに開かない、嘘でしょ。ちょっと自分の手前でやるのは怖いから遠くにやってるんだけどさ。
かね。あ、ういくんだ。夜だからテンション高い？違うの、開かないんだよ本当に。パワー送る、ありがとう。おい、いや、なんかさ、あれだね。うん、開かない。おりゃ。諦めようかな。カワチー、ありがとう。カワチー要素ある？これに。全然可愛くないよ。布団かぶせたらいいよ。ちょっと開かないや、そんな。え、何これ開かない。え、マジさ、伸びるだけなんだけど。よいしょ。え、難しい。開く？伸びるよね。なんかさ、引っ張ったらさ、伸びるんだよ。開いた？あ、すごい、これナイフが入ってる。ありがとう。どうもどうも。ああ。いいよ、向こうでやって。え、違うよ、ここで。え、何か。はい、あ、ちょっと待って、ちょっと待ってね。せーので、ほい。うん、いいんじゃないかしら。パジャマがあったかそうでしょ。これさ、ダメだ、やめた方がいいわ。絶対、え、お母さんが言うからさ、やってみたけどさ、全然さ。そうでしょ、え、いいよ。え、違う、だってこれお母さんが買ってきたんじゃん。開いたの、開いたんだけどね。次はね、あの、カップから出てくれない事件が起きてる。そんなこと、え、これ。え、違うよ。え、マジでね。あ、違う。マジで。え、嘘でしょ。え、お母さんがね、ショールームで食べたらって言うからね。ちょっとやってみたんだけど、ちょっとショールーム向きではなかった。誰にも勧めない、これ、マジで。ショールームやってる人に。やめたい。これとてもいい。いいね、もうね、食べなくていいね。後で食べさせていただきます。やめちゃう、時間があれなので。え、やめた。うん、諦めた。いいや、後で食べる。フォークじゃない？何？フォーク？隙間でおかしい。僕じゃないか。ナイフ？いい。いいよ。いいよ。うん、いいよいいよ。やめよ。やめたい。普通に出るな。見てみ。一瞬で出たわ。はあ。やなっちゃうわ。だって昨日から前座が変わった、衣装が変わった。おいしょおいしょ。ねえ、
そうなんだ。変わったのか。あれだよね。私がさ、着たことあるやつだよね。武道館で着たやつだったはず。違うかな。嘘ついた？ツイッターにね、あげる前に食べちゃう。私。昨日のカウントダウン TV 見ました。ありがとうございます。あ、見る？私はやってない、ほぼ。お母さんがやった。やってくれた。衣装って何色ある？いろいろある。なんかピンクもあるし、あとピンクに近い、ちょっとオレンジっぽい、なんて言うんだろう。サーモンピンクみたいなやつとか、紫、緑、黄色とかかな。ねえ、これにパチパチのやつをかけるんですけど、かけます。2個入ってるよ。ちゃんとなんかね、いちごジャムみたいなのついてる。これ多分ケチャップ代わりかな。マヤヤさんだ。私はこの前は黄色を着ました。みんな何色着てた？紫とか？どうだろう、知らんがな。パチパチ、んー、パチパチ。開かないと思ったら横だった。5歳以上じゃないと食べちゃいけないんだって。あさかさん、うさぎちゃん、ありがとう。ありがとう。死ぬごめんなさい、失礼しました。ちょっとみずみんがカマキリ色着てたのに面白くて反応しちゃった。ごめんなさい。カマキリ色。ちょっと待って、衛生もあるかもしれない。うるさい、バイク。なんかカマキリ色はちょっとたんな。え、すごい、焼いてる焼いてる。ちょっと待って、焼いてるかもしれない。卵焼き、目玉焼きか。ちょっと待って、目玉焼き焼いてる。あ、飛んでった。え最悪、いた。この子バイバイしよう。え、今飛んでったんだけど。ねえ、やだー、ほんとに。危な、よかった、見つかって飛んでったの。最悪、どっかでベタベタになるとこだった。ね、え、びっくりしちゃった、今。え、すごい。え、これ、2個目のパチパチを入れるか悩むぐらいになってた。油の羽、気をつけて。気をつけなきゃね。おもろ。おもろい？おもろいよね。私も。じゃあ2個目いきます。飛ぶかな。みんなも羽に気をつけてね。18期生にはもう会えた。会いました。行くな。え、待って、見て、跳ねてるよ。見える？私のピントはいいんだけど、私にピント来ないでいい。行きがいいですね。ねえ、この玉、目玉焼きはとても料理上手。ありがとう。すごいね。え、ちょっとみんなにね、伝わるかわかんないんだけどね、跳ねてるの。わかる？あー、わからないかな。どうだろうか。いきます。はい、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 はい。爆弾。いいんじゃない？いい音。なんか焼いてるみたいだね。多分水分に反応してるんだろうね。素敵ね。
焼いてる感ある？いいわ。これあのふざけてたら危ないからやめとこう。このこれにねいちごソースをかけたらケチャップみたいに見えるよっていうね。ちゃんとねほら可愛いでしょ。ちょっと YouTube みたいにしちゃおう。ね、うわ飛んでる飛んでる。なんかこれね英語も書いてあるし韓国語も書いてあるし日本語も書いてあるし謎い。いただきます。切るよ。待ってすごい。あ、目玉焼き。あ、醤油派？みんな何派？私はね、塩派、塩コショウ派。これ甘いです。塩コショウ、醤油、マヨネーズね。うん。いいね、美味しいよね。何もかけません。ほんと私はねあのこれはいけるんですけどあのお菓子だからあの黄身が苦手でして黄身はあんま食べないですね。白身だけいただいてます。パチパチしてる。痛い舌が。うん、おいしい。何味かも分かんないわ。でも黄身がね苦手で。そうそうそう。あ、なんか痛い。元気だわ。いいわ。とてもとてもおいしい。めんつゆなんているんだ。へえ。めっちゃうるさくない？いろんな音がめっちゃする。温泉卵とか苦手ですね。なんか中途半端なのやめてほしい。分けれないからね。え、めっちゃゴーゴーしてない？なんかさパチパチ音もすごいんだけどさバイク音もうるさいしさエアコンもうるさいし私のお腹もうるさいし。めっちゃ跳ねてる。めっちゃ跳ねてる。そうだから目玉焼きとか卵焼き違う卵焼きはもう混ざってんのか。目玉焼き、ゆで卵か。ゆで卵はしっかり固めないとあの分けられないからちょっとやめてほしいかなっていう。さすがに冷房はかけない。暖房がついてる。なんか混ざってんのは食べれるんですけどあんま半熟とかはちょっと NG ですね。生卵はいける。変でしょ。なぜ分けるの？黄身が嫌いだから。かき玉スープとかも食べれますね。そう、私ね、ちょっとダメなんですね。いや、なんか卵アレルギーとかではないんですけどただ単になんか苦手。ね、すごい今日もうさちゃんうさちゃんアイコンが多い。
塚田奈々さんと写真撮りましたよ。うさぎがたくさんコメントしてて可愛い。みんな可愛いって。可愛いよね。うさちゃんたくさん。見て。今開けた。コギミュンのブラッシー。可愛くない？開けたばっか。戻そう。可愛いでしょ。ね、可愛い。ね、4コマに出てたらしくて、それを知らなくて、私も教えてもらいました、この前。知らない間に登場してた。嬉しい、書いていただいて。他にもね、これだったり、あ、多分ね、これコッコちゃん持ってた。おそろっち、勝手におそろっち。あとはこれ、まだ開けてないんだ。何？あ、鏡ついてる。あ、リップとか入れんのかな。とてもいい、かわいい、持ち歩こう。で、私ね、他のポーチも持ってるんですけど、このふわふわのポーチもある。かわいいでしょ。ラブちゃんさん、ハートありがとうございます。ありがとう。ラジオね、緊張はちょっとしたんですけど、もうそれよりもなんか一緒にやった方がとてもね、優しくて楽しくて面白くて楽しめましたよ。また載せますね。ワクワクよく、迷った？ぜひ買って。この卵焼きちょっと元気。かぎみん顔潰されてる。可愛いでしょ。潰されても可愛い。パチパチ音で眠くなって。 ASMR でね、私が黙ったらもう寝れるよ。ふふ。まゆちゃん、ありがとう。そう、お菓子食べてます。え、なんかさ、ナタデココ入りって言うんだけどさ、これさ、嘘？私の嘘？私が嘘？いや、嘘嘘、書いてる書いてる。ナタデココ入ってたかな。うわ、びっくりした。ん、ルミちゃんハートありがとう。カツさんも星ありがとう。手がかぶった。なんて凍ったパンナコッタ。それらのうちワンちゃんとかいるの？いるよ。ワンちゃんはいる。ジャックラセルテリアのテムちゃんがいます。めっちゃ可愛いんですよ。この前お迎えに来てくれたテムちゃん、かわちい。
選抜入って先輩メンバーと仲良くなれた。そうだな。でも結構前やっぱり選抜として活動してなかった時よりかはお話たくさんしますね。はい、乃木さんがすごいね面白くて。そうなんですよ、めっちゃ乃木さん面白い。よく話すようになった方、なんか自分からあんま行けなくてまだまだ。そうそう、乃木さん面白いです。なんかこの間のフライングゲットをやった時もなんかね、エレベーターかな、めっちゃエレベーターが移動する、エレベーターがパンパンで人がめっちゃいて、でもめっちゃ静かだったんですよ。めっちゃ静かで、もぎさんかな、もぎさんかな、多分なんか静かすぎて声出したらなんか声出した人が死ぬかも、なんか言ってたのよ、負けかなんかそんなことを。そうそう、それでその茂木さんが面白くて笑っちゃったら、そう、あ、ソララ死んだみたいなこと言われた。この間もね、あの昨日か、昨日もそういうこと言われて、なんかねめっちゃ面白くてノリが良くてですね、あのめっちゃね、ミツバチみたいなのがいたんです、桜とか菜の花のところにね。私真っ黒レスギが結構上がなんかなんだろう、あれは、はい、うん、ほぼ黒に近い色で、下も黒だったんですけど、そしたらソララは黒だから狙われるねみたいな言われた。そう、むぎさんは面白い、とても。ミツバチがいたんですよ。でもみんな結構白とか着てて、私だけ真っ黒だ、全身靴も黒で、でも真っ黒だったので、そう言われました。むぎさんでもソララ呼びかな、どうだろう。ミカちゃんありがとう、かわいい。なんかこれ、そう、大丈夫だった結局は。そうそう、でなんだっけ、あのもうモバーメも、もともと私はナナさんそうにしてたんですけど、そうどうしようかなって迷った結果、もぎさんにしてみました。そう、今日かな昨日かな、わかんないけど、いつだ、終わった次の日かな、その昨日かな、いや今日だな、あれわかんないけど、そうそう、もぎさんのを撮ってみました。めっちゃお腹キルキルしてる。風呂入んなきゃ。ラブちゃんさん、ハートありがとうございます。ごめんね、すごいあの話とともにパチパチ音がずっと鳴ってるのが私も気になるの。でも私が食べないとちょっと後で食べたいな。今ちょうどおしゃべり中だから、あのね、食べたらね夢中になって食べてちゃう。そう、今日ねまゆちゃんと言って、マサとホテとニュキタンとね、
バーガーキングに行きました。美味しかった。ポテト2個食べちゃったんだよね。実は食べ過ぎ。うん、夜はもつ鍋を食べました。もつ鍋は千枚が好き。おいしょ。そう、ポテトジャンキーでしょ今日の私のご飯聞き間違いびっくりしますよ。そう、なんかちょっとずれてて、ほぼ朝なのか昼なのかわからない状態なんですけど、あのピザ食べて、そうで、リハが終わってちょっと夕方になってからみんなでバーガーキングを食べ、でまたお仕事に向かい、そうで帰ってきてもつ鍋を食べ、なんて素敵な素敵なね、今日食べる日でしたね。とてもはい、またかぶった。ゼラちゃんに影響を受けてコーラとコロロめっちゃ食べてる。好き。食べ過ぎは注意してね。私食べ過ぎだからコロロはマジでさくらんぼ、さくらんぼ推し、砂糖2匹ね。羨ましいでしょね。めっちゃ ASMR してる、勝手にこの子。ちょっと静かにしてよ。キスアップかけずに終わるっていうね。ちょっと後でいいや。そう、コロロってねすぐなくなっちゃうんだよね。これ食べ過ぎとか注意とかそういうの関係なくにすぐなくなっちゃう。本当に秒で終わる。あれは美味しい。私お風呂に入る。ラブイチゴさん、ハートありがとう。ニカちゃんもありがとう。トシちゃん、ハートありがとうございます。ありがとう。コロロは秒名言。よいしょ、ちょっと待ってね。みんな意外と起きてるんだね、この時間。びっくりしちゃう。起きてるか。私も起きてるし。ではいきます。17位からいきます。17位、みかさんありがとうございます。16位、ちさちゃんありがとう、ありがとうございます。15位、かつんさんありがとうございます。14位、としちゃんさんありがとうございます。13位、さぶちゃんさんありがとうございます。12位、りょうたさんありがとうございます。11位、ゆみちゃんありがとうございます、ありがとう。10位、マカロニ48さんありがとうございます、ありがとう。9位、よしきさんありがとうございます、ありがとう。ラッコが、ラッコラッコ、はい。8位、ワイプさんありがとうございます、ありがとう。7位、滝沢さんありがとうございます、ありがとう。6位、台湾のごさんありがとうございます、ありがとう。5位、玉龍さんありがとうございます、ありがとう。4位、ダオさんありがとうございます、ありがとう。3位、あきさんありがとうございます、あきさんもラッコラッコありがとう。2位はなさかさん、ありがとうございます、ありがとう。そして1位はけいしゅうさんです、ありがとうございます、ありがとう。たくさんみんなありがとう。ね、皆さん寝てください。私は今からお風呂に入ります。お風呂に入りますお風呂に入る前にこのゼリーをいただいてから入りますね。お
お風呂の上には立てないですね、さすがに。お風呂はちょっと、ね、でも、だってお風呂あげたら立てたらちょっとびっくりしちゃうでしょ。ちょっとびっくりじゃない。え、引く、さすがに。ってことで、私は明日のために寝ます。そうか。最近聞いたよね、もう、ぜひ。起きれたらね、なんか別に無理はせずに録画するなり見ていただいてね。あとお話し会とかもね、皆さんぜひ会いに来てくれれば嬉しいですね。完売が2個かな。ありがとうございます、本当にびっくりしちゃった。ありがとう。全然いつ教えるわけないでしょ。たくさん会いに行く、嬉しい、待ってるね。お話し会たくさん行く、ありがとう。ってことでよろしいでしょうか、皆さんね。でもなんか意外と群馬にはもう3回ぐらい行ってるからね、びっくりだ、こんなに群馬に行くなんて思ってもなかった。お疲れ様でした。ありがとう。カスさん、ありがとう。お風呂ね、ゆっくり入りますね。お風呂で爆音流そうかな。絶対ダメ。オンラインも、リアルお話し会もぜひ会いに来てくれたら嬉しいです。ダブルウィンクは目つぶってるね、それは。それは日頃ずっとしてるものだわね。群馬詐欺いいよ。ひょう来てるのにウサギはちょっとね。違うな。じゃあおやすみなさい。バイバイ。おやすみー。